まあ、いわゆるオリパラシステムに関する調達についての調査を外部の弁護士の方々に行っていただく旨ご報告させていただきました。私も先日ですね、ヒアリングを受けさせていただいており、調査も関係者へのヒアリングも含めてある程度進んできているという報告を受けたところであります。本調査の結果の報告については20日頃を目途に公表予定ということでありまして、その結果については月内に開催予定のコンプライアンス委員会にも報告するとともに、現在最終的な調整をしておりますデジタル庁における調達ルール等に反映させていただきたいというふうに思います。まあ、なお本調査を担当いただいている弁護士は4名の方で、名前を申し上げます。名取俊也氏、菅光一氏、佐田博健太郎氏、上尾陽一氏の4名であります。コンプライアンス委員会につきましても20日以降発足までにメンバー等も含めて発表させていただくということになっております。私からは以上です。調査といいますか、民間の方々、また職員の方々、そして私に対するヒアリング等々がある程度以上進んでいたので名前を公表すると。もともとこの名前を特に伏せるという気は全くございませんので、調査報告書をもうすぐ出すという段階で名前を出していただいて結構だということなので発表させていただきました。チーム全体で、これは官民調達に関わってない職員の皆さんもいて、チームで手分けしてやっていたというふうに聞いておりますので、トータルの判断ということだと思います。党の方からもいろいろとご提言をいただきまして、それに対応して、内部で検討もいただきました。そういうことを含めてコンプライアンス委員会、そして、監察、そして調達の適正化をするためのセクション等々をどう機能させていくのかというようなことについては、いろんな方々の意見を踏まえた上でスタート時までに間に合わせるということになるんだと思っています。デジタル官というのはまだこの世に存在しないポストでございますので、デジタル庁に今後関わっていくであろう方々に関しては広く意見も聞いていると。特に調達というのは幅広い意見もありますし、今回何といってもその民間の方々が相当数入るので、その民間の方々が何の疑念も持たれることなく誇りを持って働ける環境というようなことで、多くの皆さんの意見を調達の見直しをしているチームでやったというふうに報告は受けています。発足時までに発表させていただく予定なんですが、コンプライアンス委員会というものだけで全てを背負えるとは思っていないので、そういう調達をちゃんとチェックするような機能をどのように持たせるかというようなこともコンプライアンス委員会で最終的な意見を取りまとめてほしいというふうにお願いをしているところです。ただサイズに関しては皆さんご存知の通り、デジタル庁って小さな組織なので、そんな大きなセクションはどこにもないので、今後そういうものを少ない人数でどう機能的にしていくかというのが課題だと思います。